キットマン北海道探索チャンネル、今回はたぬき工事市場を観察してみました。実は私、札幌に住んでいて初めてここの市場に入りました。見てください、中華料理、焼肉、もんじゃ焼き、 あとは青果店、ね、非常に国際的でございます。インバウンド前からね、こんな国際的なお店が揃ってたのでしょうか。早速ね、中をご覧ください。まだ時間が早いのか、居酒屋さんとかはまだやってませんでした。この看板がね、もうずっと見ていられる。でね、天井どんな感じかなと思ってね、ずっと気になってたので、見てみたら、やっぱりこの骨組みいいですね。この骨組みの一つ一つずっと見ていられる感じです。でね、地面のコンクリート具合とね、この横のね、配電の具合と、ね、その隙間とかも私好きですからね。もんじゃ屋さんっていうのは、ランチとかもやってるんでしょうかね。昼間だったんですけれども、やってました。こういうね、可愛らしい書体のお店もありますね。やっぱ書体っていうのはね、店の雰囲気に関わってきますよね。で、中入ってからどう印象が伝わるかっていうのは、店員さんの態度だったりね、動きだったりします。で、振り返った様子です。いいですね。ここ歩くだけでもね、この1分2分でも昭和を非常に感じることができる。非常にね、面白い場所です。でね、こっちの出口、あれ出口あんのかなと思って見てみたら、これね、こう振り返ってみると、こう町営ビルの隣なんですよね。あ、ここかと思ってね、見てましたよね。で、町営ビルもね、今度行きたいと思います。こんな感じでありがとうございました。